こんにちは、バイト&シャッフルのシュウです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の見どころは、お互いに銃口を突きつけ合うような高速コンボ同士のスリリングあふれるゲーム展開です。今回使うデッキリストはこちらです。デッキリストの解説動画のリンクが概要欄にあります。よかったらご覧になってください。ドローソースで手札を整えていけそうなのでキープします。この時点ではデルバーデッキがもみ消しを構えているのではないかと思っています。土地を探しに行きます。見つからないのでシャッフル。相手はドレッジだと確定しました。相手の陰謀断式療法の指定は渦巻く知識。信仰なき物あさりは読みからの貸し2枚を墓地へ。相手の陰謀断式療法の裏の指定は暗黒の儀式。黒マナを探しに行きます。見つからないのでシャッフル。相手のハンデスをケアして睡蓮の花びらを設置します。サイドボードをする前に使用したリストを再確認したいと思います。まずは結論です。順を追って説明していきたいと思います。第2ゲームでは動画を見直していて気づいたのですが、何を血迷ったのか、メイン61枚、サイド14枚でサイドボーディングしていました。実際に行ったサイドボーディングがこちらになります。正直なところドレッジと対戦するのは久しぶりであったため、現在のリストが頭に入っていませんでした。鏡に願いを抜いた理由としては、虚空の力戦が1ターン目に着地してしまうと5マナ以上のスペルがすぐに使用できないため、ムカつきルートでのコンボが難しいためです。ただし虚空の力戦が出てこないこともあるので1枚を残しました。耐え抜くもの母星児を抜いた理由としては、力戦が1ターン目に複数枚着地することが多いので、1枚で複数枚を対処できる残響する真実のみで十分だと考えたからです。しかしゲームを終えて動画を作るために調べていたら、より良いサイドボーディングを見つけたので、そちらを紹介します。皆さんがゲームをするときはこちらを使用してください。順を追って説明していきたいと思います。トーモットの墓所については、相手が墓地に依存するデッキなので、サイドインすることについては異論はないかと思います。ではなぜ外科的敵出ではなくトーモットの墓所を使用しているかについて述べたいと思います。墓地を利用した高速コンボはハンデスと絡めて動いてくることがほとんどです。外科的敵出の一番強い使い方は、おそらく自分が使用するカードで相手のキーカードを墓地に落としたタイミングだと思います。しかし使用するまで手札に温存しておかないといけないというデメリットがあります。相手のデッキの動きとして、こちらは能動的にキャストできるタイミングが少なく、ほとんどの場合は受動的なキャストになることが多い印象です。そのため能動的に使用することが可能なアーティファクトを採用しています。ではなぜ虚無の呪文爆弾ではなくトーモットの墓所を採用しているのかについて説明したいと思います。レガシー環境のコンボ同士の戦いはスピードが非常に重要です。1ターン目以降では虚無の呪文爆弾の方が強いことが多いですが、トーモットの墓所ですと墓地を対策しつつ、相手のハンデスを念頭に置いて渦巻く知識を構えてキーカードを逃がすこともできます。少し脱線しましたが、ドレッジが採用しているカードたちでアントに関係するカードはこれらになります。まずは虚空の力戦をはじめとする墓地対策カードたちです。大事な考え方として、相手の対策カードに対処することを第一に考えるのではなく、相手の対策カードをいかにして無視できないかと考えることです。そうは言っても相手の対策カードに対処しない限り勝てないケースも出てくると思います。この段階になって相手の対策カードの対処方法を探すことを検討します。虚空の力戦や神聖の力戦に対して残響する真実や耐え抜くもの母星樹で対策します。枚数は3枚程度採用していれば十分だと思います。メインに耐え抜くもの母星樹を2枚取っているリストのため、耐え抜くもの母星樹1枚は抜きます。
次に陰謀断式療法のようなハンデスカードたちです。陰謀断式療法に対してはドローソースや夏の帳などで対策します。夏の帳についてはこちらが後手の時はほとんど仕事をしません。大体の場合は相手の陰謀断式療法でこちらのキーカードを墓地に落とされてからドローソースで探しに行くことになります。ちょっとした小技を紹介します。相手のハンデスを有効活用させないためにもマナーアーティファクトは場に先置きしておきます。こうすることでコンボに必要なマナーをあらかじめ確保できて、たとえ相手のハンデスでキーカードを抜かれたとしてもドローソースで咲かさないといけないものが明確になります。相手の初動は大抵の場合墓地にカードを落とすカードから入ります。こちらが先手の場合は狼狽の嵐で相手の初動をくじくことができるかもしれません。アントとドレッジではアントの方がコンボスピードが遅いためターンの経過とともにだんだんとこちらの時間になります。後手の場合は狼狽の嵐よりも耐え抜くもの母星樹の方が強いカードとなるため入れ替えます。次にサイドアウトするものについて述べます。まず手をかけるのはゲームに貢献しないハンデスたちです。思考囲いについては相手を補助することさえあるのでキャストするのはお勧めしません。相手はマナ否定戦略を取ってきません。そのため青マナが出ない土地は極力減らしてしまった方が良いと思います。早い手札が欲しいのでマリガンします。早いターンでオールインできそうなのでキープします。金属モックスをボトムへ。相手のハンデスをケアするためにマナーアーティファクトは先置きします。渦巻く知識を睡蓮の花びらからキャストしているのはめくれたカードが弱かった時にシャッフルするための手段を残すためです。トーモットの墓所の軌道はもっと引きつけてからの方が良かったと思います。ここからオールインしていきます。コンボに必要なマナを増やします。ムカつきの止めるタイミングですが、冥府の矜持者の場合はストームが溜まっていれば6マナまで到達できれば勝利できます。鏡に願いをの場合はストームが溜まっていれば4マナまで到達できて、かつパーマネントが1つあれば勝利できます。マナを加速させつつストームも稼ぎます。ストームが十分溜まったのでクモンの触手をキャストします。早い手札が欲しいのでマリガンします。早い手札が欲しいのでマリガンします。ガイアの意志とトロピカルアイランドをボトムへ。陰謀断式療法の指定はトーモットの墓所。金属モックス、炎の中の過去の順で積みました。マナ加速を探しに行きます。シアン、睡蓮の花びら、ライオンの瞳のダイヤモンドと積んでドロー。ここからオールインしていきます。コンボに必要なマナを増やします。ムカつきの止めるタイミングですが、冥府の矜持者の場合はストームが溜まっていれば6マナまで到達できれば勝利できます。鏡に願いをの場合はストームが溜まっていれば4マナまで到達できて、かつパーマネントが1つあれば勝利できます。マナを加速させつつストームも稼ぎます。
神聖の力戦をどかします。ストームが十分溜まったのでクモンの触手をキャストします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。毎回プレイミスが多くて恐縮です。皆さんと共にマジックを上達できたらと思います。この動画をご覧になって良いなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次回もお会いしましょう。シュウでした。